どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日は懐徳堂の様子にところということになるわけですけれども、まあちょっと、これ書いておきますが、まあこれ作品名がこちらになるんですね。はい、作品名がこちらになるんですけど、懐徳堂から要するに生まれたまあ人ということで、富永中本ということになります。はい、中身までは別に特に出てこないんで、富永中本さんがまあ書いた作品ですね、出場午後、はい、出場午後というね、はい、いう感じになってる、まあこれが本ですね。はい、だからまあ大阪の要するに開封堂、大阪の商人のところの開封堂から富永中本という人が出てきて、で出場午後というのが出てきたということになりますね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。